どうも、皆さんこんにちは。まずは前回の動画を見ていただいた方、そしてフィードバックを送っていただいた方、本当にありがとうございます。皆様の温かいコメントを見て、普通に泣きそうになりました。で、今回は現状最も可能性の高い収益化復活の方法についてわかったので、皆さんに協力していただきたいです。もしこの方法で収益化が復活すれば、他の収益化が剥奪された方々にも参考になると思うので、またまた視聴者様に面倒をかけてしまい申し訳ないのですが、ぜひ力を貸してほしいです。その方法というのは、Twitter での英語による再審査請求です。以前まではアットチーム YouTube に、収益の剥奪は誤審査だから確認してくれメンス、という旨のツイートをすることにより、収益化が戻る場合が多かったです。実際に私も過去に収益化が剥奪された際、この方法で収益化が復活しました。しかし2022年5月以降、ほとんどの場合まともに対応してもらえなくなっています。ただし英語を使い、影響力の多いツイート、いいね数が多い、リツイートが多い、フォロワーが多いなど、には対応してくれる割合が高いです。つまり YouTube に、こんな影響力ヤバそうなやつを誤審査で収益剥奪したらヤバくね。と思わせればまともに対応してもらえるっぽいです。というわけでこの動画を見てる皆様にお願いがあります。概要欄に私のこのツイートを貼っておくので、いいね、もしくはリツイートしてほしいです。この方法で本当に収益化が復活するかはわかりませんが、もし復活すれば、私と同じように収益化が剥奪され困っているゆっくり系動画投稿者の助けになると思います。なので皆様、ぜひ協力お願いします。